パパさん、パパさん。何？ナイちゃんのあれ届いたんで。あれ？あれ。組み立てるか。そうか。組み立てるか。とりあえず乗ってるわ。あら、モナちゃんかっこいいね。モナちゃんこういうお邪魔虫得意だからね。でもあと一個だね。何持ち。滑ったね。滑ったね。ダンボール滑るね。自分で乗ったの？乗せた？乗ってない。バッグに入ってるんだね。ね、一応持ち運びできますよって。なるほど。そんなにそんなに大掛かりの組み立てはないと思う。ちょっと待って。そんなことある？猫。本当に猫じゃない？猫科の、本当に猫科のコーギーだわ。傾斜ついてるけど出るんだよ、奈々ちゃん。落ち着くのかな。ね、しばらくちょっとこのままにし。面白い。面白いね。もちゃんおいで。おいで。出てこれる？出てきたくなさそう。ね、落ち着いてるもんね。まあいいか、じゃあ作るわ。これはここに車輪もかけないとね。本当だ。出てくる出てくる。出して出てこれるんでしょうか。平らにしてあげる？平らにしてあげるか。平らにしたらさすがに出てこれるでしょ。出れるでしょう、反対が空いてるからね。本当さ。こうしておけばモナちゃんが映ります。それね、多分ベッドにつなげる時のなんだよね。ちょっとずつ出てきたもん。ね。あ、ちゃった。あ、そうじゃない。なんか横向きにできる。モナちゃん大丈夫？モナちゃん、モナちゃんもがいてる？出すか。モナちゃんおやつだよ。出てこれた。出てこれた。なんだ。出てこれるんだね。すごい経験。うちの赤ちゃんのためのベビーベッド。うん、じゃあうちのバブちゃん呼んでくるか。うん、わあ上手。偉いねー。上手だね。毎日ハクハウス入ってくれる？あ、そこじゃないそこじゃない。そこじゃない。ハウスだと思ってる。お、お、震えてる。おお。死ぬ、死ぬ。
わいいね、かわいいね。うん、めちゃの匂いついたベッド入れてあげたらいいのかな。ああ、そうだね。これね、高さも調整できるんだよ。ほんとだ。このキャスター動かしやすい。うん、ちょっとそこまで。いいね。もちこのフォローしてくれてる。はい、すみます。めちゃ困ってる？じゃあいらっしゃい。Thank you.